迷える子羊たちよ、早くここに集まるがよい。腕が上がらないと悩んでいた子羊はどこぞ。それはうねりをしっかりできていないからであろう。なぜそんなこともわからぬ。むむむむ。さよう、うねりさえできていれば腕など簡単に上がるはずなのだ。この私が基礎からみっちり教えてみせよう。今宵は古代から伝わる伝説のイラストを見ながらうねりを学ぶがよい。子羊よ、これが古代から伝わるうねりのイラストじゃ。神、なんとなく現代チックなタッチに私は見えるのですが、これは何年前のものなのでしょうか。私にもそんなのわからぬ。ここからわかることは、うねりはいるかということじゃ。さよう。では次のページじゃ。バタフライはうねりの泳ぎと書いておる。さよう、お主よく知っておるの。このイラストに書いてある通り、うねり使って泳ぐものはまっすぐ泳ぐことができないからうねるのである。クロールのようにまっすぐ泳げないのじゃ。体の作り的にうねらないといけないのがバタフライと平泳ぎの特徴である。さよう。では次にわしの泳ぎを実際にご覧に入れよう。神も泳がれていた時期があったんですね。私も神が泳いでるのを初めて見ました。バカにするな。次はうねりの次のイラストじゃ。ここにはうねりはすなわち骨盤の動きと書いておる。お主、骨盤後傾と骨盤前傾という言葉は知っておるか？聞いたことはありますが、あまりうねりで意識してないですね。さよう。ではしっかり頭に叩き込むがよい。骨盤後傾とは、猫背、顎を引く、膝を曲げる、腹筋に力を入れる。この体勢のことを骨盤後傾という。なぜ後傾というのかは、骨盤が後ろに傾いているからじゃ。なかなか見かけではわかりにくいが、骨盤に実際に触れながらこの体勢をとってみるとよくわかる。本当だ。骨盤が後ろに傾いていると猫背になるんですね。なんかイメージだと逆な感じもしますが、本当は後傾なんですね。さよ。では次に骨盤前傾の説明じゃ。骨盤前傾とは、背中を反る、顎を上げる、膝をまっすぐ、お腹を伸ばす、
この体勢をとると骨盤前傾になるのじゃ。実際の私の泳ぎを少し遅くして見てみよう。このドルフィンの時も骨盤前傾と後傾を繰り返しているのがわかるじゃろうか。カミの泳ぎで見ると、たとえ動画を遅くしてても結構早く動かしているように見えますね。さよう。実際となると結構早く動かさなければならないが、そこまで早くする必要もない。ゆっくりきれいに泳ぐことさえできていれば、バタフライは美しく楽に泳ぐことができる。焦る必要はないぞ、子羊。なるほど。私のような初心者にはまだこのように早く動かすことはできませんが、ゆっくりならなんとかできるかもしれません。まずは骨盤後傾と前傾の姿勢というのを陸上で練習してから泳いでみようと思います。お主、意外と頭が良いの。では次のイラストに行くとしよう。次のイラストはイルカ跳びじゃ。イルカ跳びとは骨盤前傾後傾の交互の練習をすることができる。バタフライの基礎練習には必ずと言っていいほどしなければならない練習だ。順番に書いてあるな。1番ジャンプをする。2番はジャンプをした勢いで沈み込む。3番は浮く。4番は浮いてきたら立つのじゃ。この一連の流れを何回も繰り返してうねりというものを身につける。うねりさえできるようになってくれば腕はおのずと上がってくるのじゃ。もちろんそれだけで完璧に上がるとは限らぬが、基礎練習からしっかりせぬと腕など上がってこぬ。一生上がってこぬよ。確かに私はかつてイルカ跳びをやっていました。ですが結構簡単な動きだったので、おろそかにしていた部分もあったかもしれません。よく見ると結構骨盤の動きも難しかったりするので、もう一度一からやり直してみようと思います。さよう。うねりとはかなり奥が深いのじゃ。ここではあまり深く話さぬが、上達すればするほどうねりはどんどん重要となってくる。しかしイルカ跳びという簡単な練習しか存在しないため、なかなかみなやろうとせぬのじゃ。イルカ跳びは何回もやる必要がある。神はやはりすごい。うねるということがこんなにも奥が深かったなんて、私は今まで知りませんでした。さよ、うねりは基礎を知ってこそ初めて泳ぎに行かせるのだ。なめたイルカ跳びをしていたら、いつまでもお主のバタフライは成長せんぞ。さすが神だ。私にはもう神しかいない。喜んでいる暇はないぞ、子羊。期限は1週間。1週間後には次の課題を与えるぞ。